さあちょっと裏の人間を見てきましたけども、落ちていい人間じゃない人間がいっぱいいましたね。さあ、勝者側4回戦、梅木対タラニとステージは終点です。始まりました。ビーチネスというカード、あまり私見たことないんでわからないです。ただ今作のビーチは非常に火力が高い、空中の火力が非常に高い。対するネスも今回非常に判定の硬い空中攻撃を得ました。また壁に PK サンダーを当てることによって、 PK サンダーアタックが当たることによってまた復帰ができるといった復帰ルートの階段も変わりましたね。さあ序盤は投げからの展開でタラニネスがリードしていきますが、空中の軸を合わせて梅木ビーチ稼いでいく。うまいが、まだ崖に届いてしまった。 93% 対 53%、 しびれる。しっかりとビゲファイアをガードして崖際の攻防、 95% 対 82%、 すごいスピーディーガード。空中攻撃の勝ち合いがあって非常に吹っ飛びましたが、まだまだしかしお互いバーストの極めに来てます。梅木ビーチが若干崖際に追い込むことによって動いておりますが、さあ掴みを狙っていくが、しっかりと弱で拒否をしていく。飛び上がってクーシタを入れて反撃のグーフ上ずらしていた。非常に硬いコンクリが入っているかのような頭。さあ投げからの展開は入らず、早いとここの補正を切って倒していきたい梅木ピーチ。どこまで利用できるかタラニとネス。さあ非常に空中攻撃からの連携が入る。やっぱりですね、空後ろまで入れた後のちゃんと PK サンダーまで確認で入れてますけど、さあ PK サンダーしっかりと掴まれる範囲で放っていく。さあまた PK サンダー非常に強い飛び道具だ。さあこの放課後補正を利用して、もう下手したらもう後ろ投げてもかなり危険な勢いで来てるんじゃないかと思ったが、空中前ヒットは撃墜していく。さあお互い非常に強い空中攻撃を持っていますが、 PK サンダーがすごい浮遊に刺さってしまって若干苦しい展開を強いられている梅木ピーチ。これの攻略がどうかがというところですが、さあちょっと少し高めの冬に切り替えてきた感じですね。相手のジャンプに合わせてしっかりとジャンプを入れていきますが、空中上ヒット警戒しててもちょっと不意に振られると本当に当たってしまいますね。あれさあ2本目梅木ピーチ、ステージはどこを選んでいくかと、またしても終点。さあ2本目参りましょうか。さあ非常に空中攻撃がうまいタラニトです。これの攻略方法を考えていかないと梅木ピーチ結構きついですね。あと PK フラッシュ若干暴発か、非常に空中攻撃の応酬が激しい。しかしダメージが効率が高いので同士打ちだと若干ピーチが辛い展開にはなります。しかし今度は投げからの先制の展開で梅木ピーチがパーセント先制していきますが、盛り返していく。非常にお互い空中攻撃が強い。さあしっかりと PK サンダーアタック崖に返ってくる冷静。さあこの後方の40秒間で非常にダメージの効率が激しいこの勝負。さあ空中攻撃の当たりがネスの判定が当たってしまい操作してしまいます。さあこの不穏なショートジャンプ、お互いに技が入れたいのがすごいよく上がりますが、一回でもお互い外してしまいますとお互いの空中攻撃撃墜技が当たってしまいます。さあ空中下で牽制をしてつかむ、非常にうまい。さあかぶれ牽制をしていくが、しっかりと BK ファイヤーで崖を取ります。空中下ヒットパーセントはほぼガブ。しかし
お互いの激戦技を当てていくには接近しなければなりません。結構きついです。ダッシュ攻撃がヒット、非常に今作強化されました。あれで死ぬとは思わないですよね、なかなか。はい、ただいからの連携をしっかりと空中後ろに引き込んでいく。でね、手が足らず、何も若干とかった。さあ空中前が非常に強い。連作はだいぶ火力が取れてもバースト、あの撃墜技がなかなか少なかったピンチだったんですけども、本作は非常に強い空中前を手に入れましたので、すごい勢いで吹っ飛んでいきます。ちょっと投げの警戒でルイピーチ場合をしっかりと取っていますね。あっと空中前がヒットしてしまいますが、まだまだ吹っ飛びはしない。ただ堅実に立ち回ってます。しかしこの状態で空中前がヒットしてしまいます。すごいきつい展開にはなります。それを警戒してからしっかりとつかみの展開までうまく持ち込んでいますね。さあここはジェネでは撃墜されてしまいますが、さあ低空からの前から、さああと下から空中しろ、飛び気配をかすらせ、投げからの展開は見ている。おっと PK ファイアを外してしまったところをしっかりとダメージ稼ぎと考えた。だからさあなんとか稼いでいきたいタラキです。しかし梅木ピーチの猛攻が続いていく。復帰はしっかりと崖下を取っていく。さあここから少しでも稼いでしっかりと補正を利用した攻撃を倒していきたいが、さあ何か見えたキノピオガード、毎日でも飛び道具をヒットさせてみろ、吹っ飛ばしてやると言った意思が見えます。さあ空中後ろヒット、切り返して打たれると見えにくいこの強い攻撃。さあ取り返していきました梅木ピーチ、お互い立ち回り対応してきましたね。さあ運命の3本目、タイプさん一体どこ選ぶんでしょうね。ステージ変えますね。ステージはスマブラ。さあ撃墜ラインを下げました。始まりました。シールです。また天命の株が出てきました。さあ一番へシール、そしてはい、じゃあ3戦目ですね。3戦目ですね。さあ D で差し込んで、さあこの着地が着地しっかり空中しろ。さあネスの着地がどうまず着地がするか非常に鍵ですね。さあピーチはさあこのトリッキーなピーチの動き、ネスは果たして対応できるか。3戦目さあこの復帰阻止はこれは、おーっとうまい、しっかり BK さんの消していく。さあ大きくアドンで取ったのは梅木ピーチ。さあウゴソマ狙っていくか、しかしこれはカブをガードさせて掴んでいく。さあこっち前、この口前非常に強い、もううまい、うまい。さあこれはピンチアドネス、さあこれは上に復帰するが、口前しっかり着地を見て口前入れていく。さあここは空下で、しかしここは半角の上スマを取っていく。さあ仕切り直し、さあ空中で復活した状況、ここからしっかり半角掴みを入れて空中へ入れてダメージを稼いでいく梅木ピーチ。さあこの空中前非常に強いぞ、これはクリーンヒット、空中前クリーンヒットで勝ったのは梅木ピーチ。最後は2打で決めました。勢いでいきましたね。そうですね、勢い、やっぱりあの PK サンダーをしっかり事故らせたのが大きかったですね。ちょっと1回直す。はい、わかりました。